はい、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。3時を回ってますね。日経平均は結局32円安で終わったんですね。ドル円は 129.23、 このあたりでうにゃうにゃですね。例の10年ものを13時14分で 0.444 というふうになってますね。ウォンの国は、そうですね、1230とウォン高気味ですね。1230割りそうな感じです。そのウォンの国ですけども、ポストセブン、ニュースポストセブンに出てますこの記事ですね。これ今日の朝7時、韓国でアン・ジュコン題材の映画英雄が大ヒット、行き過ぎた反日感情を感じさせる場面もということで、ちょっと読みますと、昨年12月21日に韓国で公開された英雄なる映画が260万人超の観客動員を記録する大ヒットとなっている。すごいですよ、260万人ってね。どうでしょうね、日本の4割の国ですからね、人口が。とするとですね、260でしたっけ、260割る 0.4、 日本でいや650万人が見たって、すごいすごい映画なんですよ。で、つまりそれくらいの方々、国民の1割強ちゃうわちゃうわ国民の1割弱ちゃうわ国民の 5% がもう今見てて、これからも見るわけですね。で、これきっとですね、アマゾンプライムとかですね、DVD とかになってさらに見るわけですから、多分国民の2割ぐらいは見る映画になるんちゃうかなという気がします。まだ一月ちょいですからね。で、アン・ジュコンっていう、知らない方がいると思うんですけども、伊藤博文という日本の初代総理大臣をですね、今の中国東北部のハルビンという駅でですね、駅のホームかな、なんかで拳銃で撃ち殺したという人で、まあ暗殺をした人ですね。まあ、今言ってみりゃ山上さんみたいな方ですね。山上容疑者のような人間でした。で、それがですね、お隣さんでは従来もう大英雄ですね。もうそれこそイ・スンシンかですね、アン・ジュコンかっていうぐらいのですね、英雄でございまして、でこの方の銅像がですね、ハルピンの駅前やったかな、駅中で当たってるんですね。ほんで、おそらく暗殺犯でですね、世界で最もですね、崇め立てられてるんじゃないかというふうに思います。どうでしょうね、1914年にですね、オーストリア皇太子がですね、サラエボで暗殺されたんかな、あれの犯人なんて今ない、名前も知られてないでしょ。あれは例えばセルビア側からすると、スラブ系側からするとですね、英雄なんですけど、名前全然残ってないでしょで、ケネディの暗殺犯もですね、なんたらっていう疑惑はありますけども、決してあれが英雄視されることないですね。彼がほんまの犯人かどうか分かりませんけども、暗殺犯を英雄視してる珍しいのが愉快な隣さんなんですね。で、もちろん、この英雄という、このアン・ジュコンがイコール英雄なわけですよ。はい。余計な電話がかかってきました。何を喋ってたんやったかな。そう、世界でですね、暗殺犯を英雄視してるのはおそらくお隣さんだけちゃうんかなと思うんですけど、それがですね、英雄という映画になってですね、もうバカ受けしてるということでございます。まあまあありがちなことなんですけど、でそこでですね、いろいろとですね、まあこれはちゃうやろというような、まあいつものことなんですけど、お隣さんもその中国もですね、そのどう言いましょう、歴史的な映画を作るにあたって時代交渉という発想はほぼないんですね。自分たちに都合よくいろんなことを組み立てていってですね、そんなもんその時代にはあらへんやろみたいなものが出てきても OK なところがあります。まあ日本もね、
昔々はもうむちゃくちゃでしたけども、今はですね、割合時代考証うるさくなりました。特に歴史を扱うようなものですね、についてはですね、時代考証がちょっと外れているとですね、やんややんやのですねお叱りを受けるという状況になって、最近あれですね、特に大河ドラマなんかはみんな見てますから、鎌倉殿の13人なんていうのもですね、文句のつけようないように作ってあるんですね、あれね、よくできてると思いますよ、その時代考証あたりは。なんで、あと、もう最近ないですけど、歴史を扱うような映画、でもやっぱり時代考証っていうのは、要はデタラメはあかんという考えがあってですね、まあこれは別に世界共通なんですけど、お隣さんと中国だけはそこからは外れてるんですね。そんなことよりも自分たちがこうあらねばならないということを優先してしまう国なんですね。なんで、まあまあ言うてみればむちゃくちゃなところいっぱい出てくるそうでございます。もうね、何よりもね、一番の問題はただのテロリストでしょ。もう再々言ってますと、山上容疑者をね、英雄にしたらあかんのですよ。あれはただのテロリストなんですよ。犯罪者なんですよ。ただ、お隣さんのかわいそうなところはね、非常にね、これはまあ、同情すべきところはですね、1910年かな、に日韓併合ってあって、その45年に、ですね、日本が負けてですね、降伏ってなるんですけど、その間ですね、日本に対してですね、何かその英雄的に独立を守ろうとした人は一人もいないんですよ。一人もいない。多少の抵抗運動はあるんですけども、もう全然、そんなもん、弱っち抵抗運動であっという間に抑えられてしまうわけですよね。それで、その政治家にしたらところで、まあ軍人なんてほぼいなかったんですけど、まあ軍人っぽいのもいたんですけど、もう誰一人ですね、体を張って抵抗した人はいなかったわけですね。情けない話ですね。情けないけれどもですね。まあまあ、それが彼らの歴史なんですね。で、誰かおらへんねんって探したらですね、この安住君がいたと。で、もう彼でも立てまつらんとですね、もう他にいないんですよ。誰も抵抗しないんですよ。はぁ、分かるとしゃあないなとか言って、こう文句を言いながらですね、その受け入れてしまったという歴史があって。ほんで、1945年にですね、独立回復に、独立というか分裂した、分裂してそれぞれ独立していくわけですけども、それも別に日本がですね、何かこう負けたというわけではないんですね。日本が他の国に負けて自動的に自分たちは、まあ、棚ぼたで独立が転がってきたということになるわけですよ。とするとですね、対日の英雄っていないわけですね。中国には曲がりなりにもですね、まあ、ちょろちょろっとですね、こう、日本に抵抗した人々がいるわけですね。まあ、蒋介石なんかそうですね。毛沢東はほとんど抵抗してないんですよ、あの人は。偉そうにしますけど、今の中国は。で、北朝鮮にはですね、キム・イルソンっていたんですけど、彼もですね、別になんてことはないんですよ。ちょっと警察を襲ったぐらい、そんなんで、なんでもないんですよ。なんでもない人間なんですね。なんで、ほぼいないんですよ。ほぼいない。だから探し出されたのが安住君で、しかしこれも情けないというか、かわいそうな話ですよね。だって国を失ってるわけですから、もっともっとですね、熾烈な抵抗があってもよかったんですけど、まあそれがなかったというのは、まず政治家どもがアホというか、まあもうどうも情けない政治家ばっかりやったんですよ。まあ今もそうですけどね。ほんで、侍階級というのはいないんですね。これは福沢諭吉が投げたんですけど、どう言いますかね、文官はいても武官がいないのがですね、まあ、武官という制度はあるんですけどね、日本の侍みたいな感じでは全然ないんでしょう。ただ、役人としての武官がいるだけなんですね。で、それでですね、つるっとこう併合されてしまったわけです。別に日本もね、併合したかったわけでも何でもないんですよ。特に伊藤博文なんて、大の抵抗、併合反対派やったんですよ。で、彼をバキュンってやってしまったおかげでですね、それで併合が早まったと言われてますけど、まあ、そういう事実はね、彼らにとって非常に都合悪いでしょう。だからそういう事実はねじ曲げるんですよ。事実をね曲げる、あるいは本当ではないことを言うということに関してほとんど抵抗がないのが彼らですね。で、事実はこうやって示されてもですね、そんなんちゃうって、俺が思ってることは事実やというふうに思い込むタイプですね。まあ要は事実軽視と言いますか、そんなことよりもこう自分が正しいと思う、
そうやと思うということが事実というか、そうあらねばならないということを優先してるからですね。最近チョンダムドンという事件が、チョンダムドン主席事件がありまして、あれは去年の秋だったかな、あの、あれですね、ユン・ソンニョル大統領とですね、法務大臣が深夜まで酒飲みながらですね、いろんなこう会合をしてたと、いろんな話をしてたということがですね、問題になったんです。何が問題かよくわからないんですけどね。でその指摘は本当はなかったんですね。誰かのデマだったんですけど、デマって明らかに報道されてるんし、もう野党でももうそれはデマやということで認めざるを得なかったんですけども、野党の支持者の7割がまだあれは真実だったと思い込んでるんです。もう笑うしかないんですけど、こう事実というものはさほど軽いんですよ。さほど軽くてですね、その自分たちの感覚というものをですね、もう何よりも信じてるわけですね。それがこう全然こう世界的な常識から外れてるということも、彼らにとってはそんなにこう重大なことではないんですね。自分たちが何を正しいと思うかというのは重大な大事なことであって、まあこれがあの朱子学、儒教の一派である朱子学につながってはいくんですけどね。まあそれを言い始めるとまだ長いんで。まあしかしこのね、まあ勝手にヒットしてくれるのはいいですけど、インチキだらけの映画が、それをまた見てですね、涙してですね、我々がくって言ってるこのあの滑稽さというものですね、彼らはあと500年経っても続けるのかなと思うとですね、なんかちょっと物悲しい感じになってしますね。情けないし物悲しいし、まあ同情すべき点は多々あるんですけど、もうその後のビヘイビアがちっともあの尊敬するに値しませんからね。まあまあそういう人たちでございますということで、このニュースポスト7のサイト貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。